何かおかしいな。わからない。君は大丈夫？気持ち悪いとか何か異常はない？今日の演目は？旅人の帰路だって。あれ買う？そうなの？君と一緒に来たって言ったら、これも持って行った方がいいってあの人が。腕は一個半と交換したんだ。気に入った？ならよかった。まだ始まってもないのに、もう全部食べたの？
そんなことはないけど、もし足りなければ手持ちの腕輪であと二人分くらいは交換できるはずだよ。もし君を僕の星に招待できるのなら、僕の名前を出すだけで食べ物くらいいくらでも用意できるんだけど、ここだとそうもいかないみたいだ。なの？確かに似てるけど、でもずっと行方不明だったんじゃ。シュリだわ。シュリが帰ってきた。でもどうして100年前と全く変わっていないの？久しぶりの故郷だけれど、相変わらずこの城は死んでいるのね。あなたたちの本来の姿は私だけが覚えてる。ねえ、あなたたちもそろそろ思い出したらどう？シュリなのか。今までどこに。
していただけよ。待っていたの。あの世界がまた誕生し、そして彼が生まれてくる時を。確かに彼は生まれたわ。でも、あれは彼じゃなかった。いいよ、不浄なものを持ち帰りよって。不浄だなんてひどいじゃない。これはブランシの住人たちの感情よ。あなたが彼らから奪ったものを私はただ返しに来ただけ。ねえ、過去に戻る方法を教えて。彼の代わりを作るだけじゃダメなの。私を元の彼に合わせて。して行こう。渡してよ。Thank you.
君を誇りに思うよ。